タテザウィー星はタテザにある赤色超巨星で SRC 型の脈動変更性。太陽系から約5100光年の距離にあるとされる。太陽との大きさの比較2015年時点のデータを元に作成された太陽系の惑星、主な構成、タテザウィー星の比較、1、水星、火星、金星、地球2、地球、火星、天王星、土星、 木星 3? 木星、プロキシマケンタウリ、太陽、シリウス4、シリウス、ポルックス、アークトゥルス、アルデバラン5、アルデバラン、リゲル、アンタレス、ベテルギウス6、ベテルギウス、オ犬イヌザヴイ星、白鳥座 V1489 星、縦ザウィー星、688日、または740日の周期で変更するとされる範、規則型変更星である。 2012年夏、チリのアタカマ砂漠にある超大型望遠鏡、VLT のアンバー近赤外線干渉計を使い、銀河系の中心付近に存在する3つの赤色超巨星を観測した結果から、これらの構成がいずれも太陽の1000倍以上の半径を持つとする研究結果が発表された。中でも、縦座ウィー星は太陽半径の1700892倍の 半径を持つとされ、この時点で基地の構成の中で最大の半径を持つ構成とされた。しかし2018年に公開されたガイア計画の第2回公開データによれば、縦座ウィーセと太陽系の距離は約5100光年となり、これまでヒッパルコス衛星の観測データから計算されていた約9500光年よりも60%近く縮小された。 この距離と2012年に観測された視直径をもとに再計算すると、縦座ウィー星の半径は約 755R となり、基地の構成で最も大きい星ではないこととなる。縦座ウィー星には番星が発見されていないため、重力相互作用によって質量を測定することができないため、その質量は正確に求められていない。現在の構成進化モデルによれば、 タテザウィー星はコアでヘリウム核融合を始めており、コアの周囲の水素核で水素核融合が続けられている。天の川銀河の銀河円盤中心方向に位置することから金属に富む構成であることが示唆されている。シゲモトソが融合した後、コアで鉄が生成され始め、コア内部で重力と放射圧のバランスが崩れると重力崩壊型超新星となる。 タ座テザウのような構成は、赤色超巨星から黄色超巨星、高高度青色変更星、あるいは強力な構成風で外装を放出してコアを露出させて、ウォルフライ衛星となった後に IIB 型、E 型、IB、C 型の超新星爆発を起こすと予想されている。ありがとうございます。